聡明戦。聡明戦とは、早稲田大学と明治大学の間で行われる、スポーツ分野での対抗戦である。主として、関東大学ラグビー対抗戦グループ最終戦で、毎年12月の第1日曜日に、国立霞ヶが丘陸上競技場で両校の間で行われる試合が挙げられる。また、両大学間の文化分野での交流にも使われる。聡明戦の起源は、 早稲田大学と慶応義塾大学の間で行われていた野球対抗戦、いわゆる総計戦が、両校の応援が加熱して一時期中止されたことが、短所となっている。明治大学野球部が総計両校を取り持つ形で1914年に総計メリーグが結成されることになった。それに遡ること3年、1911年に、初めて早稲田対明治の試合が行われ、 総面戦がスタートする。大学対抗戦の中では、大きな規模を誇る。1923年12月24日に、総大突破グラウンドで初戦が行われ、以後戦争による中断を挟み現在まで定期戦89戦、大学選手権での対戦12戦を数える。通算成績は、対抗戦早稲田の51勝36敗2分、大学選手権、明治の7勝5敗。 決勝での対戦は9度あり、明治の6勝3敗。毎年12月の第1日曜日に行われる。1941年は、真珠湾攻撃の前日に開催された。試合は戦前は主に明治神宮外苑競技場。戦後は、秩父宮ラグビー場を経て、1973年から2013年は、国立霞ヶ丘陸上競技場で開催した。 国立競技場に会場が変わったのは、1973年に秩父宮ラグビー場が改修工事に入ったためであるが、その後観客数が増えて、秩父宮では収容しきれなくなったため固定された。1982年には収容人数を超える66,999人を動員した。競技場の周辺には多数のダフ屋がいた。席に座れない観客が、 通路や階段に座り込み、入場券売り切れ後も千円札を係員に渡して、強行入場するも現れるなど、当然のことながら消防法、定員に定職しており、ラグビー協会は関係省庁からかなり厳しい指導を受けた。80年以上の歴史の中で引き分けが2試合だけあるが、いずれも終了直前に、バ稲ダが同点トライを決めての決着だった。 1975年には、藤原優が、命題のタックルを振り切り、アニバルの異名をさながに、対空時間の長いダイビングトライを演じた。1990年には、トライ後のキックオフから早稲田が、カウンター攻撃に転じ、今泉清が約70メートルを走り切りトライした、厳しい角度のコンバージョンを、S 親が成功、直後にノーサイド。この年度総名は、 大学選手権決勝で再対決したが、同点トライにつながるキックオフを蹴った吉田義人が決勝トライを決め、雪辱を果たした。1973年の大学選手権決勝では、明治が終了間際に逆転トライで初優勝を遂げた。1962年には対抗戦 B グループに転落した早稲田が、A グループ優勝の明治を破り、1981年には、 早セダが戦前の圧倒的不利票を覆し逆転勝ち、大西哲之助がマスコミを信じるか、わしを信じるかの名台詞を残した1987年には前夜からの雪が積もる中終了前10分間のシー工房を演じた雪の聡明戦など劇的展開や白熱した名勝負の連続が聡明戦に不動の人気をもたらしたと言える。 長く大学ラグビー界の頂点を競った試合らしく、日本のラグビー界を担った、数え切れないほどの名選手たちが聡明戦の舞台で活躍した。同時代、ほぼ同学年にライバルが存在して、しのぎを削るのも聡明戦らしく、その時々の球種を深くした。聡明の力関係が逆転した1962年の聡明戦は、バセガ木本健治、明治北島春彦。 北島忠春監督氏とも、主将、SO で激戦を演じたほか、1970年代には、明治笹田学松尾雄二に対し早稲田藤原優、石塚武雄、1980年代前半には、早稲田本城和彦、吉野敏郎と、明治藤達義、川瀬康春、80年代後半から90年代初頭に、かけては、早稲田に、清宮克行、堀越正美、 今泉清郷田忠、増穂明則、明治には大西一平、大田治、長友洋次、吉田義人、本木幸夫らが在籍した。2014年からは、国立競技場が2019年のラグビー W 杯、並びに2020年の東京オリンピックへ向けた新スタジアムへの建て替え、改修のため使用できないため、秩父の宮ラグビー場を使用する計画だが、 東京ドームを使用する案も予定されていた。しかしネットの問題から同所での開催を断念。結果的に秩父の宮で開催されることとなった。なお、スポーツライターの二宮誠順は、聡明戦について、技術論の早稲田、精神論の明治と評している。また、対抗戦グループの優勝争いに関わらず、NHK 他によるテレビ中継が行われている。 毎年、試合日の夜に、早稲田、明治の学生が、新宿駒、劇場前の広場に集まるのが恒例となっているが、一部で暴動が発生するなどしたため、近年では、大学職員や、機動隊などが、広場の周りを取り囲む系を見ることができる。史上最大の得点差は 64. 点で、2度、記録されている。2007年度対抗戦、早71から7名。 2010年度大学選手権、早74から10名といずれも明治が大敗している。早稲田大学ラグビー集級部、54勝2分38敗、BR 明治大学ラグビー部、38勝2分54敗、早稲田大学ラグビー集級部、5勝0分7敗、BR 明治大学ラグビー部、7勝0分5敗、 記録の出展。最初の野球総名戦は1911年10月8日に、戸塚球場で行われた、早やから5名。早稲田は1913年や秋の総名第一回戦まで、負け知らずであったが、第二回戦で初めて1から4で敗北を喫した。総計名の対抗戦は、後に、東京六大学野球連盟の母体となった。明治が、 絶縁状態にあった総計の復縁に大きな役割を果たし、1925年や秋からは同連盟の一試合として実施されている。近年、明治側の動員力が高く、明早戦では学生席を埋めるほどの学生が集まっている。対戦成績は、早稲田208勝、明治167勝、18分、2009年、秋季リーグ戦、時点。 五大学リーグ以前の戦績は含まない。他、1938年春季リーグ戦、明治4から0和瀬田1948年、春季リーグ戦、早稲田後の1明治の2回、両校による優勝決定戦を実施。早稲田大学足式州級部及び明治大学体育会サッカー部による対戦で、共に関東大学サッカー連盟に所属している。両校の対戦は、 圧倒的な点差がつくという試合がなく、近年では野球、ラグビーの試合以上に白熱した展開が多く見られる。両校ともサッカー界に数多くの人材を輩出している。こうしたスポーツ競技のライバル関係がもとで、早稲田と明治の学生間、教員間での交流が盛んになったと言われる。例えば総名はもに政治経済学部を持っているが、 それぞれが異なった立場から研究を行い、対決色があった点などが挙げられる。この区段の詳細は政治経済学部に記載されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。